どうもポチです。レオです。7年後で待ってるの続きをやっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、と前回は町の病院に行っていろいろ自分のことを知ってる人いませんかみたいな聞き込みをしまして、はいはい、そこで会ったおじいさんに衝撃の事実を、事実というか7年前の事故、爆発事故だっけ、そうだ、ね、について教えてもらったんだよね。そう、教えてもらったとか、なんかそういうのがあったよっていう話だったんだけど、うん、しかも病院で起きたんだよって、そう、この病院だよって教えてもらって帰ってきて、うん、次の日だよねこれはね。そうですね、次の日、あのなんだっけ、一木委員の人のところに寄って帰んなきゃいけないのにまっすぐ帰ってきちゃったんだよね。そうだね、やっぱショックだったのかな、うん、だから市木さん今寝てない寝てるよ市木さん寝てるよ。じゃあ市木さんのとこ行ってなんか分かんないけど、うん、ご両親に渡すものを取りに行きましょう、はい、今から。多分なんだろう、渡すものってぶち切れてる、怒ってるかな。どこ行こうとしてんの。こっちだよ、こっち。またいる、また入れないかなって言ってんのかな、あ、空き地に。あの土管何に使うんだろう。そう、でもそれは思うよね、この土管ね、うん、ドラえもんとかでも出てくるこの土管ね、土管何に使うんだろうね。でもなんか憧れじゃない。いや、まあこうなんか空き地とかにさ、ね、土管があって中でちょっと遊んだりしたいな、うん、実際ないもんね。実際は見たことない、土管がある空き地、うん、危ないしね。この人何喋るかな。え、一回は火曜日か、今日火曜日なのか。まあそうっすね、月曜日だったからね、うん、ここ入れないのかな。すげえバカみたいなこと言っちゃった月曜日だったからね何言ってんだ。そうだね、前回月曜日だったから、うん、なんだこれ、ここ、ここ、そうじゃない、なんか大体あれだよね、あれ、あ、お休みなの。そうか、今日は診療やってない曜日なんだ。火曜日お休みだったのか。これからどうしよう。病院に行って昨日おじいさんが言っていた事故のことについて聞いてみようかな。そうしようか。火曜日お休みだって。勝手に動いてます。あら、ピンクの。あら、あなたは昨日確か、そう、ちょっとギャルっぽいよ。ハルトです。そうそう、ハルトくん、どうしたの、今日も聞き込み。昨日はたくさんの人に話しかけてたみたいね。私見てたぞ見てたぞって。はい、昨日は病院の昔を知っている人を探してて。そうだ、私の姉がね、この病院の看護師だったんだけど。あ、でも違うんです。今日は7年前の事故のことを調べてて。事故？はい、その何か知ってますか？あ、でもお仕事が。それは大丈夫、今お仕事終わってちょうど帰るところだから。ナース服で？ナース服で帰るのこの人。じゃあそうっすよ。そっか、でもそっか、7年前の事故ね。どんなことが知りたいの？それは、はてなはてなはてな、誰誰誰誰、なんか来た急に。え、ハルトだよな、久しぶり。7年、いや8年ぶりか。お友達。じゃあ私帰るね、また今度。軽いなこの看護師さん、そんな気まずい。
なんで黙ってるんだよ。ごめん、僕は君のことを覚えてないんだ。ショック。はあ？あの、僕、昔の記憶が少し曖昧で、それで。ハルト、本気で言ってんのか？うん。あの、質問いいかな？うん？名前を。俺はリク、今明リク。珍しい名字だね。今明。うーん。リク。リクか。うん。なんか聞いたことある気がする。雑。もしかしてリクと僕は友達だったの？お前。あ、いや、ごめん。まあいいや、確かに俺とお前は昔よくここで一緒に遊んでたな。え、本当？よかった。実は僕、昔の自分を知っている人を探してて、昨日から聞いて回ってるんだけど全然見つからなかったんだ。ねえ、よかったら昔のことについて教えてくれないかな。ああ、それは構わないけど、その前にちょっと飯でも食べないか？え、ああ、そうだね。僕もちょうどお腹が空いてきたし。よし、じゃああっちの店で食おう。あそこはチャーハンがうまいんだ。チャーハンが美味しいところ。へえ、そうなんだ。いや、やっぱり購買で適当におにぎりでも買ってそこら辺で食べるか。あんまり金持ってないしな。ん？そう。じゃあ購買で。なんだ、なんか釜かけたのか？何？チャーハンダメだった？で、何が聞きたいんだ？その、昔誰かとある約束をして、その時の場所と相手を知りたいんだ。それだけ言われてもな。もっとなんか手がかりとかさ。相手は女の子で、もしかしたら葵っていう子じゃないかなとは思っているんだけど。なんだ、やっぱり葵のことは覚えてるのか。葵を知ってるのか。じゃあその約束の相手ってのも葵だろ。お前ら仲良かったし。まあ場所まではわからないけどさ。リクも葵のこと知ってるんだ。もしかして葵は今もこの町に住んでるの？いや、俺は一度引っ越したんだよ。だからその後のことはちょっとわからないな。引っ越して偶然病院でまた会ったの？ここの？そっか、じゃあ連絡先とかも。ああ、わからないな。もしかしてリクが引っ越したのはここで7年前に起きたっていう事故が原因？いや、俺が引っ越したのはその少し前だよ。ああ、じゃあ結構前。じゃあ事故についてもわからないか。なんか病院が爆発して何人も亡くなったって聞いたけど、もしかしてこの病院って爆発事故の後新しく建てられたとかなのかな。何言ってんだ。俺も直接見たわけじゃないけど、爆発したのはあっちの研究なんかをやってた病院関係の建物の一部で、ここは全然関係ないぞ。うーん、
ここは俺が昔いた頃から変わってないよ。え？なんだ。そっか、そうなんだ。ここら辺の人に聞いてもみんな最近ここで働き始めたとか越してきたって人ばかりだったから、本当に爆発があって新しく再建されたのかと思ったよ。でも7年でそんなに人って入れ替わるんだね。ああ、まあ7年前からはいろいろ変わりすぎてるよな。そう、不思議なくらいに。ん？ん？ねえ、リク、もう一つ聞いてもいいかな？僕はなんでこの病院にいた？待った。今度は先に俺の質問だ。ハルト、お前は今一体どこで何をしてるんだ？ああ、実は今僕には父さんと母さんがいるんだ。血のつながりはないけど。それでずっと東京で暮らしていて、春休みを利用してこの町に帰ってきたんだ。義理の親？いつから？ごめん、詳しくは知らないんだ。東京に引っ越す前のことは覚えてなくって。親に聞かないのか？それは、うん？一度聞いたことはあるんだけど、その、まあそれはいい。それがわからないなら親の名前、職業、出身地を教えてくれ。ん？父さんも母さんも東京の会社で働いてて、この町の出身らしいけど、名前は…って、なんでそんなこと聞くの？ねえ、なんでそんな詳しく？何？リクは何をか知ってるの？なあ、ハルト、お前本当に何も覚えてないのか？それにお前、え、ごめん。あ、でもこの町に来て少しずつ思い出しているんだ。だからその、そうか。じゃあちょっとついてこいよ。ついてこいよ。どこ行くの？病院の中。病院の中だな。え、でもこっち病院、あ、病院だ。ん？あれ、看護さん。今明です。はい、どうぞ。顔パスみたいな。え、顔パス。ここは何？懐かしい香りがする。また香りの話出した。あ、そうだ、懐かしい香りって言ってた、あのお香の匂い時もね。この前の話、カケルにも話したよ。カケルはなんて？兄ちゃんは自分のことなんか気にしないでやりたいことやってくれだってよ。そっか、これちっちゃい時の今あれかな。そうだね、なんか気持ちちっちゃくなってるね。声ね、めっちゃ太かった、ごめん。そのまま行くよ、でも。うん、ハルト、だから俺やっぱり行くことにしたよ。俺がいなくなっても弟と仲良くしてくれよ。もちろん、カケルのことは任しといて。リクこそ新しい学校に行ったら知らない人ばかりで大丈夫なの？ちょっと心細いかも。なんだそれ。でも新しいお父さんもいるもんね。親のことはいいんだ。
母さんも父さんも新しい父さんも家族なんかじゃないよ。はあ、俺が大人だったらカケルを学校に連れて行ってやるのにな。ああ、もちろんハルトもな。はは、ついでだね。でもリクはやっぱりちゃんと学校に行かないと。本当は病気じゃないんだからさ。それはカケルだって何も変わらないだろ。それに葵や他にも。うん、そうだね。あ、ごめん。そっか、リクいなくなるのか。でもいいの？他にも会えなくなる人がいるけど。何がだよ。分かってるくせに。うるさい、いいんだよ。でもやっぱり少し寂しくなるな。ハルト、また絶対帰ってくるよ。絶対な。あ、じゃあその時はチャーハン食べよ。あんがかかってるやつだからチャーハンの話したんだよ。そういうこと？もう俺この時点でちょっと泣きそうだわ。チャーハンの話したんだけど覚えてなかったんだよ。あんかけチャーハンな。そう、それ。ただリクは食い意地張ってるからな。外に行ったら先に食べちゃいそう。食べないよ。絶対食べない。本当かな。まあそれを楽しみにリクが帰ってくるのを待ってるよ。よし、忘れないようにしとかないと。忘れちゃったよ。ハルト、絶対忘れない。約束する。はいはい、約束ね。約束約束。ああ、約束だ。はい、じゃあ約束に手タッチ。ん？あれ？でも約束ってどっちの？絶対帰ってくるって方？それとも？もちろん食べる方だろ。オッケー、了解。あんかけチャーハンね。なんだろう、チャーハンでこんな泣きそうになると思わなかったぞ。やべ、もう俺泣き、俺無理かもしれない、このゲーム。どうしよう。今のは昔の僕とリク？どうした？行くぞ。もう今言っちゃえ、あんかけチャーハンだろって言っちゃえよ、ハルト。思い出したって、あんかけチャーハンだって。え、何ここ、病室？おーい、寝てるのか？誰？弟だよ、俺の。これがかけるか。もしかしてかける？カケルのことは覚えてるのか？さっきこの建物に入った時少し思い出して。そうか、寝てるね。ああ、カケルは最近よく寝てる。 LMD って病気の初期症状らしい。 LMD？ああ、もし LMD が完全に発症すれば余命は長くても2年くらいだってよ。へえ。なあ、ハルト、どう思う？
そのなんていうか助かる方法とかはないらしい。戻るか。寝てる。あ、動ける。話せないかな。寝てるもんね。寝てるからな。動けるの？あ、動けるのか。動けるね。じゃあちょっと今回はここまでにしますか。しますか。ちょっとそうだね。ちょっとなんか物悲しい。もうえ、俺あれ、俺このゲームもうダメかもしれないな。ダメかもしれないな。後半どうする。2人でボロボロ抱きながらやってたら最悪もう無音になるよねちょっとしばらくお待ちくださいみたいな、こう下にあのちょっとすすり泣く声が聞こえるだけでテキストが流れるだけになる。 なりそうな。でもダメだよね、うん、実況つってんのに。実況してないってなっちゃう。してない。で今回はでもあれだね、新しいリクとかけるっていう ね、登場人物がね。そうだね。これからね、なんかみんな何病気なのか なのかで出たことがなかったのかな、病院から、うん、ほとんど。でもなんか親がもうなんか新しいお父さんのところとか言ってたから、その辺がどうなのかな、ね、またね。はい、次回分かってくるかしら、その辺も。そうだね、うん、まあ、でも分かれば分かるほどなんか悲しくなってきちゃう。辛くなってくる気がしてきたけど、まあでも気になるから、まあ、気にはなりますからねじゃあ次回この続きからやっていきたいと思います。はい、よろしかったら高評価とチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。お願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。